はい、それではただいまから高市大臣の記者会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。宇宙政策担当の大臣として報告を申し上げます。ご承知の通り、7月1日12時6分、H3 ロケット3号機による先進レーダー衛星だいち4号の打ち上げが成功しました。でまずは今年2月の、試験機2号機の打ち上げ成功から連続成功に向けて着実に準備を進めてこられました JAXA 関係企業や研究機関の皆様、そしてだいち4号の開発や製造に携わられた皆様、お地元の皆様、はじめご関係の皆様に心から敬意を表し、感謝を申し上げます。誠におめでとうございます。自ら、射場とロケットを保有し、打ち上げることができる国は限られており、日本はそのうちの一国です。で、今回の連続成功は我が国の打ち上げ能力をより確かなものと、したと同時に H3 ロケットのさらなる高度化や打ち上げ高頻度化に向けた大きな一歩となりました。また今回打ち上げられただいち4号はだいち2号の後継機で天候や時間帯に左右されることなく、より広域で高頻度な観測を高精度で実現する、地球観測衛星でございます。今後のさまざまな災害への対応や、幅広い産業への貢献に期待したいと、考えております。で今回の、打ち上げ成功は、国内でロケットや衛星の開発、また衛星データを活用したサービス創出に挑戦しておられる企業の皆様にも大きな勇気を与える出来事になったと考えております。関係省庁と連携をし、我が国の宇宙開発利用を精力的に進めてまいりたく存じます。私からは以上でございます。はい、ではこれでは質疑に移ります。挙手の上、ご所属お名前に続いてご質問をお願いします。はい、科学新聞。また科学の中村さんお願いします。おはようございます。科学新聞の中村です。最近ですね、豚の臓器を人に移植するといった異種間臓器移植が国内外で話題になっています。大臣としては異種間臓器移植についてどのようにお考えでしょうか。はい。豚など動物の細胞や臓器を、人に移植する、異種移植につきましては、国内の研究チームにおいても臨床研究の計画がございまして、またその倫理的課題については、研究者以外も含めて議論がなされているということでございます。で、政府としてもこれまで AMED を通じて国際的優位性の高い、移植技術の開発、いや、移植医療への応用を想定した動物由来臓器の品質、有効性、安全性評価法に関する研究開発などを支援してまいりました。一方で、実際に、異種移植を行うということにあたっては、基本的に再生医療等安全確保法、安全性確保法に基づいて、厚生労働大臣への計画の提出が必要となります。よって厚生労働省で適切に判断をされると、いうことになります。私は健康医療戦略担当大臣でございますので、まずは研究開発の進展というものを見守ってまいりたいと思っております。他にございませんでしょうか。はい、時事通信鈴木さんお願いします。どうも時事通信の鈴木です。おはようございます。おはようございます。総裁選、自民党総裁選に関してなんですけれども。まず一部報道で率直に言って出馬すると明言なさったとあるんですけれども、それでもちろん反論の X の方も読ませていただきましたけれども、改めてこの辺のところをご説明いただけたらと思うんですが。基本的に閣僚記者会見の場でございますので、もう自民党総裁選挙についての、ご質問を受けお答えするような、場ではないと考えております。基本的に今の大臣としての、職務にも、影響が出ておりますので、これ以上お答えすることはございません。他にご質問ございませんでしょうか。それでは本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。